ヨシネさん、今回は詐欺師です。ビジネスをやって儲かりませんでした。ビジネスは詐欺ということになります。ネットワークビジネスに参加してみて、やってみたけど儲かんなかった。詐欺だ。なんか投資やってみた。儲からなかった。詐欺だ。お店を出した。赤字閉店。詐欺だ。人にお金を貸して帰ってこなかった。詐欺だ。ね。 それも正解でしょうでもビジネスをやって儲かった詐欺、うん、投資をやって儲かった詐欺ネットワークビジネスで儲かった詐欺んなんでしょうかね結局売る力がある人儲ける力がある人はいるんじゃないかなと思うんですけどねなんかその池にねこういった時があるんですよ池に魚がいっぱいいて餌をパーッと投げるんですよ ですか。でも一定の割合で餌が食べられなくて死んでいく魚っているそうなんですよ。で魚が一定の割合で死ぬと今度は生き残ったやつで餌を取り合うんですよね。したらまた何匹か死ぬみたいです。でそうしていくうちに生き残った魚の何匹かは子供を産んでその子供が育っていってで以前からねずっと餌を食べて生き残ってきた魚は置いて 自分が産み育てた次の世代の若い魚に餌を取る競争に勝てずに、まあ、合死していくそうなんですよね。それを繰り返していって生命っていうのは成り立ってるみたいなんですよ。うんまあ、仮に十分ね10匹の魚なら10匹の魚がいて20匹分の餌が放り込まれたらどうなるかってことなんですけどもそれは放り込まれた餌を全部食べるぐらいに食欲がアップして。 そして体力もアップして、もともとは10匹分で20匹分の餌を無理して食べてたのに、20匹分の餌を食べないと10匹の魚が生きられなくなって、それで今度餌がね、18匹分に減ると、なんか1匹2匹が死にそうなんですよ。だから、膨らんだ胃袋は元に戻らない。もしくは、なんか生活水準を上げると、なかなか元に戻らない。だから、 破綻する奴がいるみたいなんですけどね、うん、詐欺ねな何が詐欺なんですかね詐欺はあると思いますけどもでも詐欺じゃないものに対して詐欺扱いして詐欺に対しては詐欺じゃないと思って結局儲からないみたいなねお世話でございましたいってら